はい、ペグリンです。今回は、鬼滅の刃の鬼舞辻無惨のコスプレをやってみた。初めてね、お化粧して変身するって感じにイメージしていただけたらなと思ってるんですけど、化粧がね、男なんで慣れてないんですけれども、やってこんな感じかっていうのをちょっと撮っていきたいなと思います。それでは一回、衣装に着替えたいと思います。はい、こんな感じですね。結構衣装しっかりしてるんですよ。ちょっと似合わなく見えるんですけど、カラコン使ってカラコン入れていきますね。見てください、わかります？これすごいですよね。はい、このような感じになります。雰囲気がね、ガラッと変わる。やっぱちょっとメイクしたのとしてないのじゃわからないので、一回ちょっとメイクしてない状態でこんな感じですね。すごいね、薄い顔の人、化粧したらやっぱ無惨様にちょっと近づけるという僕の化粧品になりますね。あっ、ちょっと変なやつ入ってた。いろいろ買って揃いました。100均のものもあれば。はい、じゃあやっていきますね。化粧水ですね。これあのニュースキンっていうところの肌にいいですよね。こうやってやって、うん、乾燥してるからね。はい、化粧下地ですね。チフレっていうやつです。よく振ってからお使いください。こうやって手でね、なじませて。で、ディグリンね、割と男肌的には、白い方なんで、結構ヒゲが目立つんですよね。ヒゲを隠すのに、ちょっと、大変なんですよ。いいね。はい。ファンデーション。ファンデーション。顔の全体の感じ。今度はコンシーラーっていうのを使って、あの眉毛をちょっとこのベースに近い色にします。ね、こうカチカチカチってやるとこうなっちゃって、ここ眉毛やってきます。結構ね、どうですか？眉毛めっちゃ薄くなりましたよね。薄くなったというより、なんかちょっとこのカラーがね、ちょっとあの眉毛に乗ったんですよ。これ合ってるよね、合ってるよね、ね、合ってる。アイライナーっていうのを使います。薄くしたここの眉毛のところをちょっと描いていきます。あ、もうちょっと上だったかもしんない。しくったか。めちゃくちゃ黒いんだけど、ちょっとバランスがすげー悪い。下手くそ。はい、ということで、アイライナーをこれで引きました。はい。次に、あ、俺順番間違った。粉、フェイスパウダーを使うんですよ。ファンデーション塗ってったところの色を抑える働きなんですよね。はい。で、眉毛ちょっとミス。眉毛描く前に本当はやりたかった。ミスりましたよ。自分の顔なんでね、結局ね。アイライナーを、目の、ここですね。目を強調させるんですって。難しいよこれ。これですね、アイシャドウ入れていくんですけど、
具合の悪い人みたいな顔になってきたな。難しいね。あ、すごい顔。でもこれ楽しくない？これハロウィンだよね、もうこの時点で。この顔だけでさ、もうなんかね。でも1回目だからさ、デグリンは初めてね、一人でこれやってるんで受けるんですよ、この顔が。ここからは、カラーを入れていくんですよね。バリエーション。こことここに層を作っていくんだけども、茶色のアイシャドウを入れていきます。うん。ピンクのやつ。ピンク眉毛にした。この化粧の下手さを露呈させたこの無残のコスプレをするテグリン。これ目の下いらなかったかな、ピンク。ちょっとあれいるよな。もうなんか迷ってばっかりなんですけどね。じゃあそれではウィッグして本当に変身しようと思います。はい、それではじゃん。はい、こんな感じですね。無残様になってみました。ちょっとアイシャドウを下を入れすぎたので、ちょっと失敗作っちゃ失敗作ですけど、まあちょっと初めてにしては上出来かなと思っています。先ほどね、いとこの方からちょっと LINE で力をお借りして、ちょこちょこね、教えてもらって、目の周りとかね作れたっていう感じで感謝です。自分でやってみた、ちょっとやり方とか手順とかぐちゃぐちゃだったんですけど、よくできました。うん、マイケル・ジャクソンみたいってで、どん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 ちょっとこれで上手になっていけたらなって思います。